今回はこちらのつばらつばらというお菓子食べてみようと思います。どら焼きのようなお菓子なんですけれども、この皮の部分がとてももちもちしているということらしいので、どのような味か気になり購入です。京都のお菓子屋さんで鶴屋義信というところのお菓子のようです。購入したのは梅田駅利用した時に購入したので、阪急梅田のデパートの地下のところで確か購入したと思います。ちょっと、詳しくは覚えてませんけれども、多分そうだと思います。で、今回はこのバラ売りで3つほど購入してるんですけれども、5個入りだったり10個入りとか、何個入りか忘れましたけども、そういうセットでも購入できますので、まとめて買いたい時にはそういうのもいいと思います。そして今回はこの左側の通常のタイプのものを購入してますけれども、つばらつばら抹茶ということで、つばらつばら抹茶は京都府宇治抹茶を使用、香り高く仕上げておりますということで、抹茶タイプもあるようなので、また別の機会になんか大阪の方面行くことあったら食べてみたいなと思います。原材料の部分ですけども、こちらのにまず名称生菓子つばらつばらというふうになっていて、原材料砂糖国内製造、卵、小豆、水飴、小麦粉、牛乳、もち粉、蜂蜜、寒梅粉、加工澱粉というふうになっています。株式会社鶴屋義信京都の会社です。では袋から取り出してみました。このような感じの見た目で、生地は結構薄めなんですけれども、触ってみた感じ、こうもっちりとしているのがわかります。もっちりしっとりという感じです。で、中に粒あんがしっかりと入っていて、とても美味しそうです。生地の薄さはそれほど厚くないなという、そういう感じの印象があります。それでは少し食べてみようと思います。結構もっちりとしていて、風味も香ばしくて良いですし、小豆のしっかりとした風味が感じられそうな香りしています。最初購入するときにどら焼きのようなタイプなのかなと思ったら、この薄皮の部分すごくもちもちで、どちらかといえばお餅みたいな感じのもちもち感があってですね、これものすごく美味しいです。そしてこのあんこなんですけども、しっかりと粒がたくさん入っていて、この小豆の皮の風味しっかり出ているので、風味が強くて、このもちもちの生地ととてもよく合って美味しいです。しっかりとした小豆の風味好きな方におすすめです。で、もちもち系なので、お餅好きな方にもすごくいいんじゃないのかなと思います。はい、かなりもっちりとしたこういう感じで、もっちりとした食感になっています。どうですかね、こういうふうにしてもこう粘りがあるような感じで見えているので、しっかりとしたもっちり感があるのがわかるかなと思います。で、あんこもすごく美味しいので、もし京都大阪方面行ったら、このつばらつばらぜひ食べてみてください。あんこが好きだったりする方におすすめです。